決戦の決戦の舞台。久々でございます、はい、僕の誕生日プレゼント企画ということで、今日は1月26日でしたっけ、大吉さんの誕生日でーす。でも、まあ、いつも通り設定金額は1万5000円と、はい、この3名ね。俺ね、自信あるの今回。自信あるなぜなら、あいつのことなら何でもしてる。この大きさはしてる。どうでもいいよ。それじゃあもう早速買っていきましょう。はい、というわけで地獄の誕生日プレゼント企画でございます。地獄だ。第何巻目か分かりませんけれど、全額自腹だから。なんかはね、いやもう本当に楽しいよな、君のポジション。本当に楽しいよね。ここはすごい。毎回1位だし、虫キャラみたいなやつだもん。虫キャラって言われて何の否定もできない。ファーストインプレッションいきましょうか。はい、行きましょう。じゃあプレゼント、カモン。 FV ナンバー1、はい、トゥー、スリー。ファーストインプレッションです。目を開けてください。えい、ほうほう、決まりました。もう早っ。ファーストインプレッション、2位の発表お願いします。いやもう2位でいいよ。2位でいい。2ちゃん右、これ。ほう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 、おお、なるほどなるほどなるほど。それでは1位の発表お願いします。いっちゃん左。おお、そうですね。それでは2位の方、挙手をお願いいたします。はい、おーい。じゃあ紹介お願いします。ナイキエアフォースワン、はーい、とソックス。1位の方、誰でしょうか。僕でーす。よし、よし、よし、よし。地獄のプレゼント大会、自腹はターボー選手が勝った。記録達成、オンリーワン。熱いぞ。これは熱い。よし、僕が買ったのは、あ、かわいい、このカッパのパンツですね。ターボさん、そういうことです。そう、来た。そういうこと。これはいける。ターボ勝ちに貪欲すぎて、もうずっとこれになんかもうどれだったら勝てるみたいな意見を聞いてきて、大輝は多分まあ服は間違いないと思う。メイクでパンツでいいものと言ったらもうあれしかないでしょっていうヒントあげたんですよ。あ、それがこのカッパだった。よっしゃー。と大輝さんの好みのセンスかわからないデザインのやつを選んでます、君は。まあ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 、こそこらはね、後々後々ね、あの詳しく喋るとして、あの他にはこのね、バスパンですね、2つです。これと2つもこれですね。2つ買ってくれた。おお、ありがとう。これとこれですね。これはあの飛行機とかであの寝やすいようなやつ。おお、うわ、これはディベーターっぽいやつだよね。ミリの方説明してもらっていい。はい、大輝のメンバーカラーと逆にシンプルなタイプの上にしました。なるほど。裏はこんな感じです。あとは単純にバスパンで、ジョーダンの。おお、まあ、あとは一応靴下です。まあこれ買った理由は後でちゃんと。あー、なるほど、はい、なるほど。ディベートタイムに入ります。うわー、来たー。これが左右します。ここからないよ。そうです、ね、はいはいはい。1分間ですね。タイのリボンさんからいきますか。うわー、来た。はい、スタート。これ選んだ理由なんですけど、大輝メンバーから紫なんですよ。ただ紫でシンプルなドープめな上着ないと思ったんですよね。で、これ生地薄めなんで夏でも着れるかなっていうところ。あとジョーダンに関してはなんつうの、ビブスを夏よく着る機会があるんで、それに一番合うパンツを選びました。はい、で、この靴下に関しては一応これトータルで1万5000円ピッタなんですよ。そう、1円たりとも全部大輝にちゃんと注ぎたいっていう意味で1000円余ったんですよ。カッパの一応ソックス、これもメンバーカラーも合わせてありますんで、じゃあこれで大輝に愛を全部伝えられるかなと思った商品です。それでは2位の東映さん、はい、アピールタイムスタート。大輝は蛍光色が好きと、で、バシが好きって考えてエアフォースワンにしました。バシに合うソックス、これね、結構ガチガチのソックスで、 NBA のブルズっていう公式の超かっこいい活かしたね、ソックスなんです。これがね、めちゃくちゃ合うの、バシに。だからジョーダン持ってるでしょ。合います。サイズもね、28.5。おー、かっこいい。多分ね、合うんです。これね、まあ後でいいわ、サイズは。ここまだあるんですよ、支度が。まだあるんで、楽しいですね。自信満々でしたね。ターボーさん、はい、今んとこ1位です。どうぞ。カッパのパンツですよね、やっぱり。大輝さん、カッパほじがってたの僕知ってます。前ね、買い物行ったよね、はい、あの、正義とかノリとかとレイ君ね。で、みんなカッパ買ったんだけど、その時大輝買えなくてカッパ買えなかったんだよな。そうだ、俺それ知ってるから。で、やっぱこれです。大輝さんはね、運転することが多いと、運転中寝たいなっていう時があると思う。そういう時普通に寝ててもね、なんか寝れなそうなんですよ、いびきもでかいし。だからこれをつけてもうね、中央。あ、じゃあ、まあ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 、まあ、さあ、でも順位の変動はあったか分かりませんけども、タイム30秒です。まあアピールでもいいし、ディスでもいいです。はい、ビリのリボンさんからです。はい、スタート。はい、まず一つも決まってます、恭平さんです。
なんでかっていうと、まずこの靴ですね、靴買うときにサイズすごい不安そうだったんですよ。30ぐらい買ったんですよね、最初。ただその時に、いや大輝そんなでかくないよ、あいつはもう少し小さいよって言ったらすぐ買いました。この人自分の意見持ってないです。おっと、はい、あともう俺がいいなって言った店全部入ります。自分の意思がないんですよ、全く。最後までなのにそんな偉そうに語るのがマジで。以上です、ありがとうございます。終了。あっつらい。だいぶ評価下がりましたよ。俺も他人で客観的に聞いててもうドタ下がりだった。めちゃくちゃ下げられた恭平さん、やり返してるんでしょうか。ここで挽回するべきですよね。サード、サイズなんだけど、サイズ縦合わなくても行って店変えてくれます。いつか無月を取ったんじゃないでしょうか。これ夏ですよ、これから。暑くね、これ普通に長袖でこのね、これめちゃくちゃ暑いでしょ。いらねえよ、こんなの。あ、いいよ、もう。おぉ、タンチの質が悪いですね。じゃあ1位のターボさん、お願いします。まあね、もう総合的にね、やっぱ2人とも愛が足りないなって僕は思いましたね、やっぱり。まあリモさん1万5000円使ってると言ったけども、金出しゃいいってもんじゃないのよ。靴のサイズかも論外だし。まあ、こういうものですよ、やっぱり。大輝さんの心のこの内側の部分をケアしてあげる、これが一番大事だと思うんですよね、僕は。だから何気に自信を持ってこれ終了。はい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 、全ディベートタイムが終了いたしました。大輝さんの順位は決まっているんでしょうか。あー、決まったぞ。決まっているという、はい、お願いします。2位、1位の順番で発表していきます。あ、やばい。終わらなかった方、この3品全ての合計金額が自腹になります。うわ、だってリモさんが1万5000円、ターボさんが、俺は1万4000円、1万4000円、キョエさん1万4800円まで、はい、合計4万3000円ぐらいのコースなんですね。そうやね、そうやね、うわー、えぐー。さあ、まず安定の第2位の発表をお願いいたします。いや、もう、はい、2位でいいのよ。お願いします。もう3連敗だけは。おい、お願いします。頼む、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 本当にお願いします。神様、本当にお願いします。あー、あー、あー、よーし、よーし。やばい、これはやばい。席の緊張感半端ない。半端ない、マジで。3位はお金とかどうでもいいんですよ。友達としての大事なものを欠落されるんですよ。こいつ友達のこと何も分かってないんだなっていう。あのメンタルがでかいので。2位の理由とかは、紫のコーチジャケット、それコーチでしょ、多分。欲しいなってずっと思ってたね、俺、心の中で。紫のコーチジャケット、あ、マジなんだ。1位の発表、お願いします。頼むぞ、ちょっと、はい、頼むぞ。おお、これ叩いた方が1位だよね。そうです。よしよしよし、お願い。決めました、いきます。俺の理由だから、後でゆっくり喋ってやるって。この誕生日が決まって、お前ら帰ってる時パンツ欲しいなと思いながら祈ってました、ずっと。この僕の運転の気遣い全部嬉しかった、ありがとうございます。よし、おめでとうございます。よっしゃ。横になっているレタスさん。これ俺前買おうとしたのけど、履いた時に似合わねえなって思って俺買わなかったの。嬉しい、本当に嬉しい。要するに、要するに、要するにハッピー。変な気遣いの方が余計きついよ。ダサいって言え。言えよ、ダサいって。言え。こんなんいつ履くの。足何センチだっけ。8か 7.5 か。まあまあ履けるっちゃ履けるけど。鳥が有料じゃん、鳥が有料じゃん、鳥が有料じゃん。1位にしろ、1位にしろ。無理、自分で取り替えに行けるからって言われた時、あ、これ俺行かなきゃダメなのかな。それが行くよ、アミール前に。知っててほしいよ、愛がない。知らねえよ、こいつの足だから。知るかっつうの。正義の時は君1位だったのにね。1位だったね。また枕買えばよかったじゃねえか。一番向かってこげなの。やばい、今日マジでやばいわ。マキュエさんでもあのね、支払いの方が残ってます。残ってますから。分かった分かった分かった、くれてやるよ早く。次回が誰でしょう。次回は俺や。あ、来た。恭平の選手誰。たつき、俺、恭平君。おー、なるほど。恭平これ挽回しねえと。1位おめでとう、1位おめでとうね、ターボ。おめでとう。気持ち悪い。何やし、気持ち悪い。もうコビ言ってる。もうコビ言ってる。早い。お前結構重症の情緒不安定。友達や家族の誕生日はちゃんと祝ってあげてください。はい、チャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。お願いします。次の誕生日企画でしましょう。バイバイ。おお、これめっちゃ悩んだよ。似合うやん。
これいいね。めちゃ似合うよ。え、これもらっていいじゃん俺。え、高いでしょ。あ、いいよ、いらない。もらっていい。いらない。もらっていい。そういう感じ。